皆さんこんにちは、次郎丸です。今日は玉ねぎの植え付け、畑の方に玉ねぎの苗を植え付けていきたいと思います。もう土は耕してあるので、あとは植え付けるだけなんですけれども、まあ、このマルチ、汚いマルチですね、さつまいもの跡です。土は耕してあるんですけど、マルチは再利用します。で、植え方なんですけれども、これは北斗の拳の飛行好きのようにですね、指で穴を開けてそこに苗を差し込んでいきます。まあ、土はふかふかで柔らかくなっているので、スポッと指が入りますね。こんな感じで植え付けていきます。タタタタタタタって感じでしょうか。ね、簡単でしょ。綺麗な穴を開けるよりもよっぽど簡単で素早くできます。見て、穴をタタタタタで苗をポトンと入れて土をかぶせておく。タタタタタタ、束で抜けてしまいました。じゃあそのまま植え付けます。小鳥が鳴いてますね。タタタタタ、で苗を突っ込んで、お前はすでに植えている。タタタタタタ、タタタタタタ、スポッ、土をしかぶせる、キュキュッと押さえる、これの連続です。あと全部やっていきましょう。はい、いきなり完成しました。一目完成です。この玉ねぎは平安宮ケーキという晩成種です。冬の2月まで釣って保存ができるやつですね。標準的な玉ねぎです。そしてもう一つ、アトン、これは焚き火の種、でっかいですよ。ジャンボ玉ねぎってやつです。これも飛行好き農法で植えていきたいと思います。ということで植えました。どうですか。汚いマルチでしょう。これも再利用です。まああと2回ぐらい使えるかな。で、水をまいていきます。たっぷりたっぷり水をまきましょう。向こう側に見えてるのは、じゃがいもですね。西豊か秋の品種です。これ水をここでね、たっぷりたっぷり撒いておくんです。向こう側のさつまいも
あ、向こう側にね、さつまいもの葉っぱを切った茎を切ったやつがまだ植わってるんですね。これは後で水がなくなるので水を汲みに行きます。次郎丸の余裕で飲むのはすぐ横に大川が流れています。のどかな小川、ここで水を汲みます。2メートルぐらい下なんですけどね。穴が掘ってあるんで汲みやすかった。カラスが鳴いてますね。この坂を登っていったらイノシシよけの囲いがしてある、こういう感じですね。こっち側も植え付けたので水を入れてみましょう。ここもさつまいもの後のマルチを使ってます。堆肥はメインは牛糞ですね。牛糞に、トンプン混ぜて、あとはバーグ堆肥混ぜて柔らかくしてあります。で、すぐに玉ねぎ植え付けたので苦土石灰をまかずにカキ殻石灰をまきました。あと、化成肥料と、油かすかで、肥料の代わりにしてるということです。ざーっと巻いていきます。なんかちょっと、向こう側に見えてるのは白菜ですね。白菜は虫の穴だらけですけど、防虫ネットきっちりしてますのでそんなに被害に遭ってない。白菜ももうだいぶ巻いてきましたよ。もう一列、こっちもいい感じで穴ぼこだらけながら巻いてきてます。ということで玉ねぎの植え付けでした。どうですか、飛行植え一回やってみてください。これ穴ぼこが大きくないんで雑草がね生えにくいんです。非常に楽です。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。